とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのクエスト来てます。やっていきたいと思います。ここ地下寺院のデイリーチャレンジですね。75% 減少です。で、デイリー3となってますね。デイリー3は、もう異次元の難しさなんですよね。まあ、ここに挑戦してみようと思います。で、装備なんだけども、これ、稲妻の矢筒ビルドです。雷ビルドだね。これでちょっと行ってみようかな。いつもは、怒りじゃないと、俺クリアしたことないんだけども、これで挑戦してみます。で、防具は、輝くローブの263。これで行きます。クールダウン多めのやつは251なのよね。多分、これぐらい HP ないときついと思うので、これでやっていきます。行きましょう。それでは行きましょう。あ、そうか。デスバーターもついてないか。で、基本的には、まあまあ、基本的には全部旗は取るよ。全部取っていきます。やっぱクールダウン多めの方がね、安心感はあるんだけども、やっぱり HP の不安がね、でかいんだよな。多分、エンチャントの敵からだったら、一発もらえば、やられるんだよね。よし、あー、バップね。ちょっと待って。まあ、危ない時にはもう、ポーションバリアだ。まあまあ、それはもちろんのことだけどね。やっべやべやべ。もっとガシガシ倒せるかなと思ったら、そうでもないね。ガシガシは倒せない。なるほど、きついぞ。で、あれだもんね。うわ、倒せないぞ。これ、稲妻の矢筒に、リフレッシュがね、つけばいいんだけど、リフレッシュこれつかないもんね。オッケーオッケー。結構ゆっくりめに行けば、まあまあまあ、いけなくはないかな。矢が枯渇することはまずないと思う。あ、わかった。わかった。弓は、これ1個でいいわ。1個でいい。ここに、アイアンハンドアミュレット入れるよ。アミュレット。だったらば、一応 50% ダメージ軽減してくれるので、マシでしょう。だいぶ。OK, OK。矢はね、まあ、取っていけば大丈夫なんで。で、しかもそんなに急がなければ、あっ、ちょっと待て。だあー、もう変更が来ると終わる。マジか。ちょっと待って待って、お前、来ないで。変更は無理だ。ああ、そうだよね。分かってた分かってた。変更無理なのは分かってました。そうだわ。さすがにね、変更は厳しい。まだ今のところまだね、キャプテンがいないんだけど、いやー、先が思いやられるな。でも変更なければ、まあまあ対応できるとは思うんだよね。あんまり前に出ずに、後ろに下がりながらやったりすれば、多分いけるもんね。あ、これ絶対これアイアンハンドアミュだ。間違いないよ。やっぱりこの防具の弱点は耐久力がないことだもんね。火力はあるけど。だからそこをアーティファクトで補えればいけるっしょ。OK。今のところまだ全然いい感じ。一回やられてるけどね。行きましょう。OK。あー、トゲは大丈夫。トゲはいける。どこ、ちょっと待て、やばいぞ。しゃあ、いけた。これ洞窟の中だな、多分。ちょっと待った。最悪だ。あと2回か。キャプテンどこ？行きましょう。OK、倒した。ちょっと待って、このネクロ、これ、なんとかなんないの？ああ、まだいるの？
待って、オッケー。ちょっと待って、ま、待って、待って、待って、取るまで待って。はい、新品。モブダメージ 120% 増加？地獄だ。もう確実にワンパンだよ。いや、もうこれ、耐久力とかじゃない。もう、食らわないようにしないと。やられるね。オッケー。怖え。怖、いるかな先の方に。あ、いや、いないわ。となると、この地形の感じだと、おそらく、洞窟内だね。洞窟内に、5体全部いるか。いやー、奥の方まで進みたくないなー。キャプテン、いました、いました。あー。ちょっとずつ顔出しながらやろう。よし、オッケー。はい、倒したー。あ、まだ下にいた。危ない。もうほんと一発がね、命取りになるからね。脅威。オッケー、難易度上がってきたよー。やーばい、やられた。もう確実にワンパンしてくる。うわー、で、ん、洞窟ないかー。で、これね、洞窟入らなければ、もう、目の前クリアなんで、いけるちゃいけるんだよね。出口までの道は確保しとこう。まずそれをやっとこう。出口までを、あぶねえ、確保しとけば、大丈夫でしょう。やばい。オッケー。あぶねえ。死ぬ。よし。オッケー。なんだあいつ。再生がついてた。え、なに？モブ速度が上がるか。オッケー。とりあえず、ゴールまでの道はこれで確保できたね。いやー、あっち側やばいな。あっち側やべえな。もう、ゴールはできるんだけども、これじゃあ面白くないから行きます。やばい。ポーションバリア使ったからといって大丈夫じゃないからね。全然大丈夫じゃないよ。よし、オッケー。とりあえずちょっとずつでいいから減らしていこう。もう再生がついてるやつとかもう最悪やね。え、こっちにさ、キャプテンいるんじゃない？いや、でもこれ中にも絶対いるな。できれば中を早めにクリアしたがいいかね。ちょっと洞窟から行きますの方が安全な気がする。やばい。めちゃくちゃいる。ちょっと待って。やばい。まあ、敵が多いところの方が、矢筒はね、いい感じにダメージ与えれるんだけども、これは怖えよ。やばい。よっしゃ、オッケー。よし、次は何？モブ HP が 130% 増加しちゃったよ。あー、これ奥の方も行かなきゃダメだよね。いやー、これ厳しいって。でもね、一応キャプテンがいる可能性があるから行かなきゃダメだな。怖えなこれ。これポーションバリア使ってもね、半分ぐらい減るのよ。やっべ、キャプテンいた。やべ、こっち来てる。やばい。よし、逃げろ。毒で倒す。よし、オッケー。で、脅威があと1なのよね。おそらく、ゴールの横。上にいる。よし。いやー、えぐいな。これは厳しいけども、クリアできたから気持ちいいよ。よし、あの先か。まあ、しっかりとね、ポーションバリアを先に使う感じで、
突っ込んでいきましょうか。マジでちょっと、注意しよう。注意していこう。絶対クリアしちゃおうよ。いやー、ちょっと待って、これ、レイス?オッケー。レイスはね、マジでこの、炎でやられるから、注意だ。あー、奥が長い!そんなに長くはないんだけども、すごく長く感じる。あれ?おー、危ねえ!いる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 。名前が出たもんね。ちょっと待って。やばいやばいやばい。えぐいえぐい。やばい!ここはきつい。オッケー、ラッシュついてんのか。やばい、うそ、あっぶねえ、死ぬとこだった。ちょ、あ、ちょっと待って、無理無理無理、ちょっとごめんね。よっしゃー。あ、キャプテンいない。うん、あ、キャプテンいないっすね。これ洞窟の奥にも確かいっぱいてるんで、いや、いないな。ちょっと一応洞窟奥を探してみる。いや、もうクリアはできるんだわ。クリアできるんだけど、あれ、ちょっと一回探し行こうか。あー、やられたー。はい、戻ってきました。結局ね、キャプテンいなかった。いなかったけども、帰りの道でぼっこりやられた。一発で死ぬのはちょっと勘弁してくださいよ。ワンパンだからね。はい。まあ、とりあえず、雷ビルドでも 75% クエは気をつけていけばクリアできますね。うん。全然いけます。はい。ということで、また別のやつでチャレンジしてみます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。